どうもベタです。パーソカーやっていきたいと思います。はい、本日は、35レベルデッキで海王山高校挑んでいきたいと思います。まあ、聖火第一高校ではね、しょっちゅうやってたんですけども、海王山では新しい取り組みということで、今回のデッキは、桜庭、あゆ、で、荒木くん、アレン、ベッカム、ミセくん、この6人でいこうかなと思っております。バチの荒井かの加護持ち込んでおります。ではやっていきましょう。まあ、テクニックがね、5人によるんで、ちょっとそれがね、どうなるかですね。で、アイテムの方はバドルと招き猫を持ち込んでおります。はい、まずはあゆちゃんの評価をしっかりと上げていきましょう。いつものデッキと違ってね、厳しいのはあゆの評価が低いってところなんですよね。そこが厳しいんで、ちゃちゃっと評価上げて告白を読んでいきたいと思います。で、あゆいるね。練習ゴルフサボイン OK。 で、あと1回踏みたい、あと1回踏みたい。ここで来なければ最悪休む。あ、メンタルいいね。練習後イベント。おーっと、来ない。どうすっかな、次練習すっかな。あ、メンタルか。誰もいない。あー、これ踏むか。踏もう。いいや。体力ないけどいいや。練習後、おー、来ない。来ない。まあいいや。はい、そしてこれは、勇敢に行きます。筋力精神稼いでいきたい。まあ技術はね、大量に稼げる。で、敏捷はもうディフェンス上げなければ多分足りると思うんで、はい、行きたいと思います。で、そしておお、いいとこいるじゃん。これも行きたいけどね。まあでもこっちでしょうね。みんな一応近づいてる。ああ、まあ、こっちの方がよく見えるけど、こっちの方がなんか全体的には完全位置に向かってそうな感じがするから、オフオフェンス。いや、次はオンメンタル。お、体力回復ないっすか。で、前上の方でアユちゃんのイベントが起こったし、ミセくんか。まあ、評価は下げずに。秋山か。秋山がここ踏みたいな。あゆ踏むか。踏むか。オンで踏むか。はい、練習後イベント。しっかり来い。しっかり来い。OK、ラブバー来てほしかったけど、まあしょうがないか。はい、空耳。で、桜が。これがあゆのね、イベントとよく似てるから背景が。ちょっと怖い。で、これ一回休もう。いや、もう序盤だからもう休んじゃう。休んじゃう、休んじゃう。で、ベッカム。はい、すいません。ちょっと入れ、編集入れさせていただきました。ということで、ここ、どこへんのか。あゆがいないから、まあ、ここかな。オン、オフ。オフ。オフ結構いいか。オフ行こう。ディフェンス行きまーす。桜は近づかなくてもね、いいです。で、ベッカム、モテ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 、OK。モテモテきた。じゃあ、あゆの評価上がりやすい。あゆがいたけど、ここは踏めない。さすがに踏めない。誰もいないと踏めないな。で、4人いるからさすがに。いや、でもこれ3人、ここの3人はうまいわな。この3人行こう。こっちの4人よりこっちの3人の方が良さそうですね。はい、ではテクニックいきまーす。ミセくんと桜庭くんが育てようかな。で、あゆちゃんのイベントが起こってくれたら多分告白来るぐらいの評価を与えています。で、これは秋山でいいよね。え、秋山今行ったの。中山くんにしよう。はい、カウント。お、メンタルいいじゃん。あゆちゃん行きたいかな。まあでもこれはこっちかな。いや、メンタル行こう。はい、桜庭、秋山。あゆ、いいとこにいてくれ。いいとこにいてくれ。まあ、踏むべきなんだろうけども、無理やりのね。たしなめ。ミセくん、触発されて。これはカウンターのコツ、回っとこう。カウンター読んでいいや。取っちゃいます。で、あゆ、あゆいる。うん、いいね。いい感じのとこにいる。じゃあ、あゆ踏んで。練習後イベント。で、評価足りる。練習後イベントなくても評価足りるかな。
はい、体力回復。このデッキ体力回復多いんでね、便利です。で、これでも確実に足りましたね。はい、そしてそして遠いメンバーを近づけたい。ここかな。小暮くん、中山くん、中山くんか、ありだな。こっち行こっか。威力もいるし。はい、スピードいってきます。はい、そしてベッカム、ではセクションクリアで1253、ちょっと経験点低いかな。まあ一致しないからね。でテクニック、ああ小暮だった。さすがにここですね。中山行こうか。はい、ではフィジカルいきます。フィジカルいきましょう。で矢部坂さんが OK で、次できればメンタルかな。体力回復イベントが起こってくると嬉しいけどね。あゆちゃんの告白は一番嬉しいけどね。来なかった。あー、メンタル関くんか。無理しているとこじゃないな。ここも行きたいけどね。じゃあこれは行っとこう。メンタルで、ベッカムの評価も上がりきります。はい、小暮くん以外はなかなかいい感じに集まってきてる。桜葉は放置したっていいんで、小暮席あたりをしっかりと上がっていこう。で、あゆ、桜葉か。ハードワークもらっておきましょう。おー、メンタル来たけど微妙だな。ここか、ここか、こっちがいい。まあでもメンタル踏んどくのもありなんだよな。ちょっとメンタル踏んどこうか。オフメンタル、あー微妙、微妙だ、微妙だ、微妙だぞ。これ 21% か、怪我しそうだな。中山くん、桜葉くん、関くん、まあこっちかな。オフはダメ、オン、オッケー、怪我はしなかった。でも、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 体力が来ないか。まあ、いいことで、そろそろ、上げていこうか。オフェンスかテクニックだから、上げていかないとまずい。で、こういう時にアユが来てほしいんだよな。あれもやりたい。アユが来てくれたら、デートするのにな。そんな上げなくていいか。テクニックをとりあえず1ぐらいは出していくかな。あとオフェンス打っちゃいましょう。はい、 A でスピード踏んでと、あとはメンタルか。じゃあこれでいきますね。で次はメンタルに、まあ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 、踏もうか。メンタルいってきます。オン、本命。そして告白、告白来い、来ない。厳しい。一回休もう、もういいや、休もう。はい、告白待って休まなかったけどもういいです。で桜は、ドライブシュート、ドライブシュートってのはダメ、ファンタジスト。でー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 かな。でもメンタルでもいいな、セックンでもいいな。セックン行こう。で告白、告白、残り6周のうちに来ないとまずいんだよな。はい、ファンタジスタ、ナイス成功。成功はしたけど、成功はしたけど、お、いいじゃん。これいきます。オフェンスのオン、そして告白。ないか。35ゴールってきついな。やっぱり評価低いからな。でここですね、やっぱりオンメンタル、オンメンタルでいいでしょう。オンメンタルいってきます。で次カルロスが OK で有本君も月1つ。はい、でさっさとライバル出していきたいんだよな。はい、ですのところ
ああ告白が来ない。これじゃないんだ。告白のイベントが欲しいんだ。筋力ミニチュアもらっときます。いや真面目に告白来ようぜ。真面目に来ないと、来ないとサクセスが成り立たない。じゃあオンメンタルいきます。来いください。完全一致。リライバルは来るけど告白が来ない。え？マジで？あーここはさすがにこれでいいでしょう。うん、はい、オンオフェンス。あー彼女がマジで来ねえぞ。やばいぞ。違う。あと1週間しかない。はい、デメンタル。あー関くんか、まあ、ここも行きたいところですが、まあ、こっちでいいね。はい、中山関。はい、一致の振りですが彼女が来ない。で、ボリバくん、ちょっと遅いけど頑張ろう。はい、来なかった。もういい、放置する。いいです。で、ライバルこれで何でもいいですよ。で、金曲なんか終わってるとこれで上げとこう。ワンチャン2回とかで終わんないかな。ワンチャン2回とかでは終わんないかな。適当にまずはこれをこの辺は振っとかないといけない。スルーパスでいいか。であとオフェンス上げて、オフェンスあと10個か。パワーを上げて、スタミナ19ね。はい、これでいきます。ではオンディフェンスいきましょう。まあ彼女は来てないけど、まあぼちぼち集まってはいるんでな。調子がするから、まあまあ悪くはないんだ。最悪彼女はデートを終わらせないでしょ。はい、悪口デジカル。アーレン君才能対決、駒回しもあるんでね。まずはじゃあ人気投票でいきます。で、次駒回しで4147。まあ経験35レベルにしては出てるのかな。で、これはあゆちゃん来てないから、まあ健康に過ごしたい。はい、次のターンを攻めてきてほしいな。おライバルか、悪くはないけどこっちだな。小暮くんを近づけたい。はい、オンスピードいきましょう。彼女くれ。ああ終わった。違う。はい、もういいです。諦めです。で、メンタル、うん、いいね。小暮くんもいいですよ。メンタルとこで、あげれるのいいけど勝てないんだろうな。勝てないんだろうね。メンタルいきます。あと1回多分次は確実に勝てる。次は確実に勝てる。青木くんと桜庭か。まあ、ぼちぼちですね。で、ルームの一候補。はい。テンション上がっていく。で、矢部坂くん。うん、ナイスね。体力回復。おわーっと体力回復できなかった。マジか。これはここだね。はい。では、オンテクニックで、青木くん一致です。はい、これでいいね。はい、哲学1です。レベッカもカレーさ。あー体力が死んでいく。
これは行こうか、ボンド行こうか、オンメンタル行きます。そしてそろそろ真面目に告白公演、体力回復したいんだけど、今告白期もね、デート正直できる気がしないんで、まあ落ちする可能性は高いですが、体力回復的に欲しい。来ないなー、来ないな、はい、一回休む、早いから休むのいいな。まあでもここは踏んどきたいんだよね。ドリンク飲もう、もういいや、ドリンク飲んじゃいます。はい、ではオンスピードいきましょう。で、もう上げちゃおう。はい、これで確実に勝てるでしょう。はい、いきまーす、オンスピード。はい、勝ちましたね。勝てでーす。ブルックス動いた。であとは桜爆弾。で、テクニック、今のうちに堀場くんをちょっと上げたいから、ここ行こうか。テンション上がってるうちにね、ディフェンスいきます。そしてアリちゃん、ワンチャンなのか、来なかった。そしてここは来るかな、来るかな。で、筋力上げて体力は戻った。あー、達人気厳しいですね。アイヌ抜き編成、これいっときたい、いっときたいけど、あ、プラス値がしょぼいな、しょぼい。あ、堀場くんがすごい来るのか。なんかこれオフェンスいっとこう、いいや、オンオフェンスで、ワンチャンダルパ、ワンチャンダルパ来ないかな。はい、強ピッチ、ラッパ、そしてミセ君。あー、あゆちゃんが来ないな、真面目に、真面目にここ来ないな、もう諦めたな。これはもう鉄道ピッチさせるか、ピッチさせときます。メンタル、ここからデートは厳しいよな、さすがにな。デート5回は無理だな。はい、体力回復、おーっと、あゆの評価下がっていく。これはメンタルでいいや。オフ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 、オフでいいや。桜はちょっとどうかな、有本が近づく。はい、望むところだ、駒回し。はい、勝ち、他のシュートトライゲットです。で、これは、筋力もらっておきます。そしてここかな、ディフェンスかな、有本言ってるからここだみたいな、終わらせていきたい。ディフェンスだね。あー、グギったー、これこのタイミングか、うわお、悪い気がしたし、ちょっと厳しいな、厳しいな、ドライブしてないです。ゲットだけど体力的に厳しい部分はある。一回休もう、休みます。順がば、ない。あー、この時にここが来ちゃった、もういいや、あゆちゃん行かないっす、デートしません、デートはしません、デートはしません。オフで矢部坂君が終わる。どっちか、これもいいかな、まあオンでいいや。どうしよう、こっちか、オフ。まあなんとか最後究極一致はさせたいな。あゆは放置しても究極一致はしたいな。はい、まあまあまあ、やってみましょう。
で、7482。やっぱ経験点ここで差が出たな。雷雨が来なかったからな。で、本にしたところで、本にしたところで、これ桜庭近づけとく？こっちの方がいいな。オンオフェンスします。ワンチャン。なるほど。最後に仕事しろ。仕事しなかった。残念。ああ、仕事しなかった。で、デッカムが終了ですと。デッカのこと、はい。そして、そしてそして、筋力上げとこう。メッソ突破とこう。ちゃんと見るけどね。メスキラー、大田くん、素直に行きます。で、とりあえず調べてみよう。はい、これでいきます。で、メンタル、有本くん上げときたいな、これ大田くんいねえじゃん。有本くん上げとこうか。もっと上げときます。ディフェンス、で、あれ今誰かいたっけ。いないよな。はい、矢打ち。で、どっちでもいいんだよな。ムードマンとか。はい、あ、これはここですね。メンタルいってみましょう。メンタル、桜庭くん、上げるだけ上げとこう。上げるだけ上げてきます。はい、これでいきます。で、メンタルいきます。で、ゴーダくん、あと2回です。で、あと誰だっけ、誰かいたか。小暮だ。はい、 OK です。で、これは10秒級。あー、秋山、あ、これいいじゃん。これいきます。で、少しでも能力上げて、まあ2回では無理だろうけど。はい、スピードいきます。あと1回いきそうだな。いや、青木くんと郷田くん一緒にいてくれると助かるけど。あっ、おいいじゃん。 28% ドリンクだもん。はい、テクニックで、次小暮くん OK なんで、次は郷田くん必ずオンでいきましょう。オータ君じゃなくてもいいけど、あー、これ行きたいな。あー、体力的なこと考えるとここでもいいんだよな。メンタル行っとこうか。メンタル行こう。で、次ゴーダ君で、オンで見れば秋山君も OK。 あー、ちょっと厳しい戦いしてるな。厳しいね。あ、いいね。メンタルでゴーダはありがたい。体力的な問題はいけそうな感じですね。はい、ではこれで倒してくれればいいけどね。倒してと。はい、ではメンタルいきましょう。はい、オンメンタル OK。 だけどあとはこうだとね、みんなが一緒にいてくれると助かるんだけども。来てくれよ。で、タックとかも来てくれたら助かる。マジで精神的支柱。はい、あと4回、あと4回の練習で。あー、一緒にいねえのか。ダメだな、ゴーダだな、これはな。オン、オフ。
飛んでいこう。はい、では試合いきます。はい、試合いきましょう。はい、終わりました。まあ普通に勝てたんで、続きやっていきましょう。ということで、ゴーダくん、タックンとこに来てほしいな。ゴーダ、タックンとこ来てくんねえかな。ゴーダ、あー来ない。あーでもまあやべ、坂は来たか。あー、これはこっちですね。うん、オフでいきましょう。オフでいきます。桜葉の、桜葉、あと何人、3人4人か。無理だな、完全一致は無理だ。はい、ではテクニックいきます。はい、で、桜が青木、いい、郷田くん一緒のとこにいてくれたらワンチャンいけるんだけど、一緒のところにいなかった、残念。あれてか郷田くんしかいねえじゃん、ダメじゃん。オフいきます。メンタルいきましょう。で、ゴーダ次オンすれば OK です。じゃあ次桜庭くんやるのか。桜庭くん、あ、ダッシュもらったんだね。オンで桜庭くん踏んだら、あ、オフでいけんのか。でもこれで一体やるよりかはここでオンで一緒に巻き込みした方がいいよね。はい、もう青木くんとかです。はい、まあいいです、まあいいです、まあいいです。あー、よくはないか。残念ですね。完全値はできませんでした。で、こっからアタック。大量に踏んでいきたいところですね。はい、しっかりと一致させてください。で、あとはドリンク。59。お !3 タック、矢口か。微妙だな。テンション上げたかったけど。まあ、いいか。テクニックいくか、さすがにな、3タックですね。で、ちょっと能力かけていきまーす。能力かけていきまーす。はい、テクニックいきまーす。ウェブサックのテンションが下がっちゃった。おぉ。まあテンション上げるか、こいつらは。まあ、技術最初に稼いでおこう、今のうちに。今のうちに稼いでおきます。で、タスキートラップ、突破力はもらえないと思うんで、まあ、取っといて。はい、ではテクニックいきまーす。で、堀場、ウィル、カルロスの評価が、テンション上がりました。あ、桜場のテンション下がっちゃったか。まあ、いっか。はい、では、行きましょうか。行きます。はい、終わりました。では最後。最後、でかいタック、来てください。まあ、2連チャンでね、テクニックのでかいタック来てるんで、できればオフェンスに来てほしいけど、桜庭くんテンション下がっちゃったんだよなぁ。スピード、あ、ありがてぇ、ミセくんナイスだな。さすが、さすが俺のミセくん。まあフレンドですけど、スピード上げとこ。スピード100にしちゃおう。100でいいよな。うん、100にする。100か、100だろ。100にしないとダメだね。で、また便所来るから。はい、ではスピードいきましょう。怪我しないよね。 5% あるけど怪我しないかな。うん、どこ。はい、これでスピードいきます。はい、終わりでーす。はい、しっかり前半後半いきましょう。そしてそして振っておきたいんですけども、クロス、まあ、この辺、あ、待てよ待てよ待てよ、1,2,3,4,5,6,7、まあこれは振っておかないといけませんね。で、敏捷を使っておきたい。敏捷が溢れるの怖い。奪還、マーク外し、ヘディング、アシスト、展開力、クロス、まあこの辺でいいかな。あ、どうしよう、展開力やる。ワンタッチ使っておこうか。ワンタッチ使っていきたいけど微妙だな。ワンタッチと、はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、終わりました。では最後、能力振っていきましょうか。まあ 2-0 ということで、まあ得点も満点をもらってます。まあ試合経験点持ちがね大量にいるんで、ここは点数結構稼げますね。
で、そして、ミセ君、逃走心取っちゃったな。まあ、いいか。アイちゃん。ほんと、アイちゃんがね、足引っ張ってくれた。捕獲遅すぎたんだよな。ミスった。まあいい。で、14,441 点。まあ、今回は US は乗らないだろうけども、まあ、いい感じにはできる。なので、まあ、次回から、こういうサクセスもありなのかなと思いつつ、やっていこうかと思っています。で、何振ろうか。技術が足らないか、結構タック踏んだつもりではいたんだけどね。足らなかったですね。まあ、いいや。パスは取れない。フィジカル、怪我しにくさ、リード。怪我しにくさ、やめとこう。フィジカルも、ちょっと考え。それなら、ミッションも使いたいし、先読みでしょ。で、精神使いたいんだよな。回復。で、まあ、筋力じゃなくて、敏捷使いたいんだよな。敏捷。キサッチ？で、精神も使いたいんだよな。じゃあ、ラッキーボーイの振る？迷いますね。カバーリングか。カバーリングありだな。敏捷使うしね。で、ビハインド。あとは根性。根性あたりでいいか。キャプテンシー違う。根性。と思ったら、大一番がちょっと足りない。まあ、いいか。根性でいいか。チームプレーとか、どうなる？他取れないか。最後ね、もう一個ぐらい取るそうな感じもするんだよな。先読みぐらいだわな、これなんとか。無理か、無理ですか。最ですか。じゃあ、ディフェンス10がいっちゃう。これでいいね。さて、上がった。これでいい。で、大一番でも振っておきましょうかね、どう？いうかって。リードならフィジカルの方がいいな。もうちょっと伸ばせそう。だけども、フィジカルやめてなんか触れない？終盤。ダメか。フィジカルか。はい。そして、まだちょっと粘らせてくださいね。こっちの方が伸びるか。あ、ボール出し無理か。こっちの方がいいな。ボール出し。きっともうこれは無理だな。これで終わろうと言いながらまだまだ探してるんですけど、チームプレーかな。いい感じです。じゃあ手に振ってこれで終わります。はい、35レベルデッキどれぐらいいったかな。まあ彼女来なくて、彼女が遅くて、で最後完全にできませんでしたが、 SSS の星3つということで、これは、もうすぐで US 行きますね。これがね、もうちょっとうまくいってればよかったです。まあ次からもね、35レベルデッキ、たまにやっていこうかなと思ってます。これでまあ US は多分普通に見えると思います。まあ US 目指して頑張っていきましょう。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。